こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。3月30日、鹿児島県屋久島沖で警戒活動中の護衛艦しまかぜが中国船籍漁船が衝突した。結果から言うと、左舷の一部が損傷した。隊員は無事とのこと。これを受けて、佐世保基地に戻る予定です。屋久島650キロ公海上での事故には何やら、意図的な動きがあるような。こんな世界の状況下でも仕掛けてくる可能性は、十分にあるということです。しかし、ここで問題が出てきた。わかるはずのない情報が、山本防衛副大臣によって、ツイッターからツイートされた。ガス田の北西約52海里、中国艦艇、ジャンダオを通じ、中国語で被害状況を確認など、これはあってはならない。防衛副大臣としては失格と言われても仕方のないこと。自ら漏らすことは絶対にあってはならない。これが自衛官ならどうなっていただろうか。大騒ぎになる話だ。現代での情報漏洩はあってはならない状況だ。これから護衛艦伊豆、物回収が行われるが、情報漏洩がないようにしておくべき。F-35B 戦闘機も艦載されるが、また、この時の情報も今後漏れてはいけないだろう。なぜ？さて、護衛艦伊豆物話に触れたが、回収が行われることに注目してみよう。2020年に、まず、1回目の航空母艦化改修工事への着手が予定されているのが、現在の海上自衛隊の艦艇の中で、最大の大きさを誇る。ヘリコプター搭載型護衛艦の、いずも、である。護衛艦、いずも、への改修工事は、大きく2度に分割して、行われるとされており、最終的には2025年での完了が見込まれるが、同型艦で2番艦、加賀の方が先に全ての改修を終える予定だ。つまり、戦後初の航空母艦、航空母艦の座につくのは、護衛艦、加賀であり、この改修工事完了は2022年中になると予想されているものの、その時期には艦載機である F-35B 戦闘機の準備は終了していない。よって護衛艦加賀は改修工事の完了後も従来同様にヘリコプター搭載型護衛艦としての運用が継続されるのだと思われるが、そもそも日本政府は F-35B 戦闘機の常時艦載は行わないと発表している。この見解が2025年の護衛艦いずもの改修工事完了までにどのようになるのかは、今後の F-35B そのものの調達と搭乗員の育成という運用方法の確立と同時に注目すべき点だろう。個人的には現在の政府が言うように F-35B 戦闘機の常時艦載機化を実施しないという方向性は
明らかに現実的にはありえないのではないかと思わざるを得ない。なぜならば、短距離離陸、垂直着陸での運用とはいえ、戦後初の航空母艦として、それを戦力化するには、F-35B 戦闘機を運用する適切な練り度の維持、継続が必須であり、したがって、常時艦載化しかないと感じるためだ。このあたりの事情は護衛艦、出雲、加賀、が建造される時点から、その外観をして、反対派からは航空母艦となることを非難され、それに対し、政府はヘリコプター搭載型の護衛艦だと強弁してきた。経緯がある。海上自衛隊では、護衛艦、出雲、加賀での F-35B 戦闘機の運用に、先駆けて強襲揚陸艦ワスプを視察。そのノウハウを活用する模様だが、アメリカもこれらの艦で、新たな取り組みをしている。これは、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦に F-35B 戦闘機を最大で、約20機前後艦載して、他国でいうところの軽空母的な運用も担わせ、大型の原子力空母を、派遣するほどではない事案への対処を想定しているようだ。ただし、こうした強襲揚陸艦での F-35B 戦闘機の20機前後という数は、他の航空機や揚陸部隊に必要な装備積載などの制約上、その艦の大きさや排水量からすれば、非常に効率は低いと感じられる。現状の排水量10万トンを凌駕するような大型の原子力空母の運用は、当のアメリカ海軍でも今後は見直す方向性であるとも報じられ、一説によれば、それは排水量で5から6万トンほどの中規模なものとなるとも、示唆されている。これは、すでに敵側の対艦巡航ミサイルの射程が伸びてきており、大型の航空母艦、航空母艦が行動可能な領域が大幅に狭まってきていることから、そのあり方を根本的に見直そうとする動きだと思われる。そうした中で、護衛艦、出雲、加賀、には、どのくらいの F-35B 戦闘機の艦載が想定されているかといえば、最大でも6機前後ではないかと見られており、航空母艦を名乗るには少なすぎるとも言えそうだ。護衛艦、出雲、加賀は、全長が248メートル、全幅が38メートル。基準排水量19500トンと海上自衛隊の艦艇では最大とはいえ、ヘリコプターの最大搭載数でも14機と決して多くはない。こうしたことを総合的に勘案してみると航空母艦かとは言うものの、護衛艦、出雲、加賀は、さらに次の大型化された艦を建造するためのテストケースとして改修を受けるのではないだろうか。護衛艦、出雲、加賀は前級であるヒューガ型に比べるとヘリコプターの最大搭載数で3機を増加させており、対戦哨戒用のヘリコプターの運用を目的に、
その運用機能を高めた護衛艦である。このヘリコプターによる対潜哨戒機能も、広い領海を有する日本においては必須の要素であり、護衛艦、出雲、加賀、が、ここから完全に外れるとするならば、これを埋める必要も生じるだろう。また、仮に護衛艦、出雲、加賀、が、F-35B 戦闘機の常時艦載を、実施する場合には、他のイージス護衛艦による艦隊防空も同時に、強化しなければ、それを戦力とすることにはならない。そう考えると、今後必要となってくるのは、艦隊防空用の迎撃ミサイルの、配備や敵の動きを察知して、先手を打つための早期警戒機を艦載するか、どうかなど、まだまだ課題は多いと思われる。しかし、例によって、当の日本の方が、航空母艦化と言いながら実用化ま、での、長い道のりに苦慮する反面、中国や韓国のメディアなどでは、太平洋戦争時にも航空母艦を、多数運用した国として、危機感を煽っている。日本でも、一部には、かつて航空母艦を運用した経験を持つとの、言説もあるようだが、現在のように、対艦ミサイルの脅威から、時間を守りつつ、艦載機の攻撃力を保持する運用は、決して容易ではないだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本もようやく F3 ステルス戦闘機計画進みつつある中、やはりオートメーション機能は大事な部分になってくる。F3 ステルス戦闘機でもあっても、すべてがコンピュータで管理でき、交換部品や発注からメーカー側の受注までオートメーション化。こんな夢のような仕組みが F3 ステルス戦闘機でも、できるなら航空自衛隊でも便利、業務内容が変わってくるだろう。すべてがオートメーション化できる。このオートメーション化は F-35 ステルス戦闘機でも同じようにシステムが作られているが、未だ機能していないと聞く。この F-35 オートメーション化の失敗にフレー F-3 戦闘機開発に役立ててほしい。では、この部分について話していこう。大元の生産国であるアメリカはもちろん、日本でも航空自衛隊や海上自衛隊での採用が決定し、第5世代戦闘機として世界中のスタンダードな存在となりつつあるのが、F-35 ライトニング2戦闘機だ。
製造元はロッキード・マーチン社になる。この F-35 ライトニング2戦闘機はアメリカの統合打撃戦闘機計画から生み出された機体であり、一つのベースから3種類の派生型を持つことが特徴となっている。これはまず通常滑走路で運用する A 型、短距離離陸、垂直着陸で運用する航空母艦などに向けた B 型、カタパルトを備えた大型の航空母艦で運用する C 型の3種類となっており、日本も A、B 型を採用した。また F-35 ライトニング2戦闘機は近年の戦闘機に多い多用途に使用が可能なマルチロール機と呼ばれるもので、空対空の星空戦闘はもちろん、対地、対艦攻撃も並走によって担い得る機体となっている。こうした仕様や素性からも極めて汎用性の高い F-35 ライトニング2戦闘機だが、第5世代戦闘機の特徴である高いステルス性とアフターバーナー未使用でも音速を超える速度で飛行可能な能力も備える。まさに西側諸国にとってみればこれ一択と言えるほどの機能を有する F-35 ライトニング2戦闘機だが、さらにメンテナンス面でも精神的なシステム管理が行われていることでも知られていた。しかしこのオートマチックロジスティクスインフォメーションシステム、頭文字から ALIS と呼ばれたシステムは想定されていたような効率化を達成できずに終わりを迎えることとなった。これは2020年1月にアメリカ国防総省の担当者が明らかにしたものであり、2022年末をめどに現在の ALIS システムに変えて、今後リリース予定の ODIN システムに変更すると公表されたのだ。そもそも ALIS システムは F-35 ライトニング2戦闘機の製造元のロッキード・マーチン社がその機体を構成する各種の部品に対して交換時期などを自律的に判断し、自動で必要な部品の発注までを行わせる予定だった。しかし、そうした理想の機能を発揮することはなく、アメリカ政府の検査員報告によれば、自律的どころか必要とする部品の管理にも手動での処理が欠かせず、2018年1月にはすでにシステム改修が決められた。この改修システムは ALIS NEXT と呼称されていたが、いつの間にかこれが ODIN システムに置き換わったのか、またはシステム名が変更されたのかは定かではないようだ。 ODIN システムは近年のシステムの潮流である。クラウドコンピューティングに対応したものとなり、その上で F-35 ライトニング2戦闘機の運用管理に必須の情報をリアルタイムで制御するとされている。また、ALIS システムでは、得られた機体情報をもとに、その異常を通知するアラート機能が備わっていたものの、2015年に、そのアラートの、実に 80% が誤っていたと、指摘される信頼性の低さだった。
一説にはこうしたトラブルの要因の最たるものは F-35 ライトニング2戦闘機本体の開発費に比べ少なすぎるシステム開発の予算招いたものだとみなすこともあるようだが、実態は判然としない。ただし、これら一連の ALIS システムをめぐる不具合やトラブルの報道を聞いていると、何やら本当にこれがアメリカの最先端の戦闘機の生産現場の話なのかとも、疑いたくなるようなお粗末なエピソードに思える。これが中国などであれば、そうした事態は十分発生し得ることだと、むしろ疑問に感じることもないのかもしれないが、すでに十数カ国が採用を決定しているアメリカの最新鋭戦闘機のことだと、不安も拭えない。こうした ALIS システムの状況を耳にすると、また別の問題かもしれないが、現在、実用化に向けて開発が進んでいる AI 搭載による完全自律型の無人戦闘機などにも疑念が浮かんでくる。中には、ある程度の生産数さえ確保できれば、ほんの1億円ほどのコストで製造可能と報じられていることもあるが、果たしてそこまでの低コストで本当に実用化ができるのだろうかと感じてしまう。また F-35 ライトニング2戦闘機で思い起こされるのは航空自衛隊機が不幸にも墜落してしまった事故であり、これも機体回収ができず、正確な原因究明と今後の対策がなされるのかも課題だろう。日本における F-35 ライトニング2戦闘機の件で前向きな報道といえば、2018年末に一度は全ての調達機を完全な完成品輸入とするとしていたものが、2019年末に再び国内組み立てに戻された点だろう。これは今後の F3 戦闘機の開発にあたっても、最終組み立てとはいえ、最新の戦闘機を扱うノウハウの継続にとっては歓迎すべき決定だと言えるのではないだろうか。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最新鋭イージス艦が完成した。マヤダが8番艦ハグロも進水式を終え、来年ようやく8隻体制となる。これによって、イージス艦による
防衛力は強化された。何よりも、SM3 ブロック2A の威力は、このイージス艦の強みだと感じる。迎撃能力が倍となり、イージス艦では最強となっている。マヤとハグロ2隻がようやく完成した。護衛艦群での展開がやりやすくなった。共同交戦能力をもってすると、さらなる迎撃が可能。探知能力もさらに上る。今までのイージス艦とは一味違ってくる。SM3 ブロック 1A より R 倍の迎撃能力が備わった。その距離2000キロと言われている。来年も順次イージス艦が就役することになる。防衛力はさらに上る。周辺国のミサイル防衛もこれで準備はできた形になる。だがまだ十分とは言えない。イージス艦もやはり片遅れになりつつある。護衛艦マヤの就役に関する面白い話をしていこう。2020年3月、海上自衛隊の新戦力として、その中に加わった。最新鋭イージス艦が、マヤ型護衛艦の一番艦にして、ネームシップともなっている、マヤであり、横須賀を母港として各種任務に従事することになった。マヤ型護衛艦は、これまで就役している金剛型4隻、愛宕型2隻に続く3種類目の海上自衛隊保有のイージス艦であり、これで合計が7隻目となり、2番艦ハグロも来年2021年に就役することで8隻となることが予定されている。マヤに続いて、ハグロまでが、就役を果たすことで当面の、目標とされていた、イージス艦の8隻体制が、ようやく整うこととなり、訓練やメンテナンスを考慮した、ローテーション化においても隙のない、防衛体制を敷けるものと期待される。マヤは、全長170メートル。全幅21メートル。排水量が基準で8200トン、満載で1万250トンとなっており、排水量で考えるならば、かつての巡洋艦クラスとも言うべき艦容を誇る。大型の護衛艦となった。これまでの金剛型、愛宕型の護衛艦も、敵の弾道ミサイルからの防衛を担う防空能力を備えているが、マヤ型はこれに加えて巡航ミサイルへの対処も可能とする。SM-6 迎撃ミサイルの実装も予定されている。この巡航ミサイルへの対応可能な防空能力の獲得こそ、ガマヤ型護衛艦の最大の特徴だと言える点であり、かつまた CEC 日本語では共同交戦能力と表現されている。時間以外の友軍航空機や艦艇との情報連携とそれによる攻撃管制も実現する。このため航空自衛隊が配備を進める E2D 早期警戒機にも同様の共同交戦能力の導入が行われており、まずこの自衛隊間での連携から始めて、後にはアメリカ軍との同能力の互換を図っていくものだと解釈される。マヤが搭載するイージスシステムは、
最新のベースライン Q シート BMD5.1 となっており、これは日本とアメリカとが共同開発を実施した弾道ミサイル迎撃用の最新型の SM-3 ブロック A2 に対応したものだ。これによって弾道ミサイルの迎撃高度は約1000メートルと従来の2倍相当にまで達し、先に挙げた共同光線能力によってより広範囲で精度の高い防空能力を発揮するものと期待されている。確かに弾道ミサイルへの備えはマヤの襲撃によって一段と強化されたと言えるが、こうした反面、ロシアや中国が長射程の巡航ミサイルを配備していることを考えると、やはり早期の SM-6 迎撃ミサイルの搭載も望まれる。だが、こうした共同光線能力について全く逆の視点から警鐘を鳴らす声も聞こえてきており、そこで問題とされているのは、アメリカ軍と自衛隊とが連携を行うことが集団的自衛権の行使に相当するのではないかというものだ。自衛隊の存在そのものに関しても、未だ憲法解釈という政治的に大きな課題が横たわっていることは確かだと言えるが、敵の弾道ミサイルを迎撃するという、どう考えても防御的な仕組みに対するこの指摘には正直驚かされる。ただあくまで逆説的だが、この指摘には確かに自衛隊の艦艇や航空機などの戦力がアメリカ軍の統制下に置かれてしまい、自衛隊として独自の行動を行うことが制限されてしまう可能性があることを気づかせてはくれる。しかし、それを理由に共同光線能力を否定してしまっては、それに代わる効果をもたらす仕組みを日本が独自に構築しない限りは、核を持つ北朝鮮の脅威から日本を防衛することは一層困難になるのではないかと思われる。そもそも自衛隊の護衛艦のイージスシステムそのものがアメリカの軍事技術に依存しており、現時点において、時間的、費用的、技術的に、日本が独自の防衛体制を取ることは、もはや、現実的には実現は厳しいと言わざるを得ない。仮に、こうした制約を覆して、日本が独自の防衛網を構築すると、するならば、むしろそちらの方が現在よりも軍備を拡張する方向に向かわざるを得ない上、北朝鮮のようにアナログな兵器を多数必要とすると考えるべきが妥当な線だろう。ちなみに、弾道ミサイル防衛のために陸上自衛隊が配備を進めようとしているイージス・アショアが、配備先となる可能性のある地域で反対されていることからも、海上に展開するイージス艦の重要性は、ますます増大していると言える状況だ。イージス・アショアの1機あたりの調達コストが2000億円を、
超過していると報じられる中で、マヤの建造費が約1680億円、ハグロが約1730億円と、されているのを見ても、この感をなお一層強くする。現状マヤ型の建造は、ハグロまでの2隻の予定であり、以後が追加建造となるのか、新型艦となるのかを含めて未定ではあるが、混合型、アタゴ型の巡航ミサイルへの対応改修と並行して、検討すべきだろう。